は河川敷ホームレスの鳴上79さんです。今日はね、代々木公園に行きたいと思います。代々木公園にはホームレスの人たちだけが知っている一斗缶というものがございまして、この一斗缶っていうのは何なのかっていうと、キリスト系団体の人が中にね、食料入れてくれてたりとか、あるいはね、ホームレスの方が炊き出しで余ったものをその中に入れてくれてたりするんですけど、食品に食べるものに困った人は中からですね、自由に持ってっていいですよっていう缶なんですよ。ですんでね、その缶を今日は調査しに行きたいと思います。今ね、原宿門っていうところにいるんですけれども、一斗缶がある場所はですね、この南門っていうふうに僕は聞いたので、代々木公園南門の方にね、今から行きたいと思います。こちらに並んでるのはね、ホームレスの私物だそうです。僕が聞いた話だとね、ここをね、荷物置き場にしてるらしいです。そこがね、渋谷門なんですけど、南門はね、もうちょっと先です。南門近くにね、到着いたしました。なんかさ、ここら辺にさ、缶あるじゃないですか。この缶何なのか調べてみたんですけれども、どうやらここら辺でね、毎日炊き出しがあって、で、人が多く集まるから、人が多く集まるとタバコね、ポイ捨てする人も出てくるから、缶をね、設置してるんだそうです。でね、あそこに見えるのがおそらく一斗缶なんじゃないのかなと思います。開けたいと思います。おー、すげー。ハスとかもあるんですね。すべて開けてみました。ちゃっかりいただいちゃいました。はい、今ね、テントに帰ってきました。でね、先ほどいただいたものをね、食べてみたいと思います。こちらのビスケットをね、いただきたいと思います。このね、ビスケットは韓国系のキリスト教会の方がね、あそこの缶に補充してるそうです。開けてみたいと思います。いただきます。うん、美味しいです。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。本当にね、食べるものに困った方がいらっしゃいましたら、代々木公園南門の方に行ってですね、一斗缶頼ってみてはいかがでしょうか。24時間365日あの一斗缶はね、あそこの場所にあるそうです。僕はですね、普段は河川敷に住んでいるので、あの一斗缶をね、頼る生活をするっていうわけではないんですけれども、でもたまにはね、頼らさせていただきたいと思っております。でね、もし家に食べるものがあって、これもう自分では食べないから捨てちゃうんだっていうものがございましたらですね、ぜひあの一斗缶にこっそりね、食べるものを入れていただくと、僕とか他のね、ホームレスの方たちが助かりますので、ぜひね、お願いいたします。ということで、アロハー。